活動の活発な梅雨前線の影響で九州を中心に記録的な大雨となっています奈良県でも大気の非常に不安定な状態が続いています奈良地方気象台によりますと今月5日午後4時の降り始めから今日午後4時までの雨量は戸川村風谷で203ミリ 下北山村や上北山村でも100ミリを超え奈良市針でも95ミリを観測しています奈良県では明日未明から昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨の降る恐れがあります明日夕方までに予想される雨量は多いところで北部で120ミリ南部で180ミリとなっています現在も 戸塚村と野瀬川村に土砂災害警戒情報が、そして野瀬川村の全域215世帯359人に避難準備の情報が出されています。